こんにちは、笹マックです。今回はジオキャッシングの始め方、メンバー登録について解説していきます。ジオキャッシングに興味はあるけど始め方がわからない、そもそもジオキャッシングとは何、そんな疑問が解決できるかと思います。ジオキャッシングとは2000年にアメリカで誕生した GPS を利用した世界規模の宝探しゲームです。世界中には322万個以上のキャッシュと呼ばれる宝箱に見立てた容器が隠されています。参加するにはメンバー登録が必要ですので、早速やっていきましょう。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play でジオキャッシングのアプリをダウンロードします。早速アプリを起動してみましょう。隠されているキャッシュの映像が流れてます。こんなちっちゃいのだと探すの大変そうですよね。キャッシュの大きさはペットボトルの蓋サイズからお弁当箱サイズ、さらにもっと大きいのまであります。今回は新規登録から登録していきます。メールアドレス、ユーザー名、パスワードを設定します。ユーザー名は半角英数字で設定しましょう。日本語を入れるとエラーが出ます。登録が完了するとジオキャッシングからメールが届きますので、メールの認証をしましょう。東京周辺のキャッシュを見てみます。本州の北、青森県のキャッシュを見てみます。地図をタップして詳細情報を確認してみましょう。この画面では難易度、地形、キャッシュのサイズ、設置者、設置日などが確認できます。詳細を押すと詳細情報が確認できます。ヒントを押すとヒントの確認ができます。活動を押すとこれまでの他の方の履歴が確認できます。上の方位磁石のマークをタップすると目的地までの方角と距離が表示されます。車のマークをタップすると Google マップでのナビ案内に切り替わります。進路の案内をタップするとマップ上で目的地まで一直線でどちらの方向というような案内に切り替わります。キャッシュが見つかったら見つかったという報告、見つからない場合でも見つからないという報告をログに残しましょう。見つけたキャッシュは持ち帰ってはいけません。必ず元の場所に戻してください。次にそのキャッシュを探しに来る方も必ずいます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。安全にジオキャッシングを楽しみましょう。この動画が役に立ったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。笹マックでした。